おはようございます。トガシ TV の動画を見ていただきましてありがとうございます。今日は2017年8月10日でございます。今日は大阪のビジネスホテルに泊まっております。ここは難波の道民ホテルなんですけれども、ここから甲子園に行って、今日はですね、第1試合朝8時から千葉県代表の木更津高校が試合をしますので、それを見に行きたいと思っております。それでは出発したいと思うんですが、昨日大学時代の部活の先輩にこの551を見上げて買ってもらいましたので、飲みに行った時ですね、これを持っていきたいと思います。これから野球応援に向かっているんですが、5時45分朝から行きたいと思うんですが、私千葉県大会では高校野球見ながらビールを飲むこと、お酒を飲むことはまずないんです。だけど今回はこれ千葉県の代表が出るということで、まあ、ある意味お祭りみたいなもんなんで、これビールをですね、朝から飲んで、ちょっと応援していきたいと思います。うん、まあ、やっぱりね、朝ビールだね。明日から朝ビールじゃんってことはないけど、こういう時はビールだね。はい、それでは甲子園球場着きましたんで始めたいと思います。今日は一塁側アルプスで第1試合見たいと思います。午前8時、木更津総合高校対日本航空石川高校の試合が開始されました。今回、私の個人的な話なんですが、いつもはこういう野球動画を見に行った時でも試合内容の動画を少しはアップするんですが、今回は望遠機能のあるカメラを1台も持っていかないことに続きましたので、こうしてアルプスの様子を動画に撮っております。この小太鼓みたいのがいっぱいついてあるこの学生さん、この方がものすごく盛り上がっている応援をしていたので、多くのメディアの取材を受けていました。この生徒さんを動画に撮っていいのかどうか分かりませんが、この盛り上がり方を伝えたかったので動画に撮ってみました。すごい頑張っていて、もう勝ちは間違いなしだろうみたいなスタンドの雰囲気になっていたんですが、9回2アウトから逆転されてしまいました。それでもすごいいい試合を見させてもらってよかったです。で、この後なんですが、この高校野球の応援も厳しいところ、こんな感じで負けても勝っても試合終了後は待ったなしで甲子園を後にしなくてはいけません。試合終わって見てきました。甲子園で試合見てきました。9回裏2アウトから逆転されちゃって、まあ、千葉県代表の木更津高校が、石川県代表の日本航空石川高校に9回裏2アウトから逆転されちゃって、結果的に負けることになってしまいました。6対5だったです。もう9回の裏が始まる前までは本当もうそのアルプススタンド、一塁側アルプススタンドはもうなんか勝ったような雰囲気で、そんなもうなんかね、こういつもの儀式みたいな感じでなってたんだけど、負けちゃいました。本当残念です。まあ、でも本当なんかこう千葉県代表の高校を応援に来れてよかったです。やっぱり1年に1回、まあ、春も来たけど1年に1回この甲子園球場来るとすごい楽しいし、よかったです。もうこの雰囲気本当最高です。
じゃあこれでこの後ろの甲子園の駅から帰りたいと思います。どうもありがとうございました。グッドポーズ。いやー惜しかったな、本当もう本当あと一歩で勝ちって感じだったから、まあ、勝負は最後まで分かんないけど、いや惜しかったです。じゃあどうもありがとうございました。この後敗れた木更津総合高校を応援していた学生たちが入っていくんですが、この木更津総合高校のバスが出るときに画面右側の方を見てください。勝った日本航空石川高校の応援している生徒たちが手を振って見送ってくれています。ちょっとアップにしていきましょう。こんな感じで手を振って見送ってくれるところにちょっと感動してしまいました。でこのあと2台目の木更津総合高校のバスが出ていくんですが、この応援していた学生たちは甲子園球場で見ているファンの人たちに、これちょっと見づらいんですが、窓から手を振って甲子園球場を後にしていきます。ものすごく感動的でした。ということで甲子園来た時はビール飲むってたんですけど、結局朝の一杯だけで千葉県のチーム応援したらビール飲まなかったので、これから飲みたいと思います。じゃあいただきます。あー甘い。なんかすごいね、吹奏楽で小太鼓みたいのいっぱいついてる楽器、なんて言うんだろう、あれとかヒーローみたいになったもんね。個室来ました。個室ですね。